はい、皆様こんばんは、カズチューブです。さて、今回は皆様のコメントをご紹介するバージョンでございます。まあ、今回ファームのしかも昼間のゲームということもありまして、まあ、夕方僕がちょこっとつぶやいたんですが、 X の方に、いつもほどたくさんのメッセージは返ってきておりませんので、今日は、全員ご紹介します。こういう日もあるよね。ありがとうございます。いつもね、今日オリックスさん勝ったんだよ。ファームは一軍のゲーム今日ありませんから、ファームは勝ったね、よかったね。東投手がナイスピッチングということをね、まあ、僕はツイートしたんだけども、やっぱりファームの方はやっぱりなかなか反応が薄いというのはなんでなんでしょうね。皆さんファームも注目してください。本当に、豆広さんいつもありがとうございます。スポナビ情報ですが、 U の試合は投手陣が安定した勝ち方でお見事でした。東投手はピンチもなくよく調整できており安心です。あと個人的には注目の入山投手、もう入山くんね、今日抑えましたが投球のリズムが突然安定しなくなることが今年も気になります。力はあるだけに改善して一軍のマウンドに立つ姿を今年は見たいですということ、期待してください。あのキャンプ中に、彼は東北福祉大学の出身で、当時入山投手を見ていた、大塚浩二さんね、今、東北福祉の職員されてますけれども、元プロ野球選手こうちゃんが来てくれて、大塚さんが、いや入山もいいピッチャーなんでおばさんに注目しておいてくださいねというふうにね言ってくれていたんで、僕も注目してるんですが頑張ってほしいね。今日フォアボール一つ出したんだけども0点に抑えましたね。それから秀救急さんです、いつもありがとう。お前さん、開幕が近くなるとやはり各曜日に先発している投手がそのまま公式戦でも投げることになるのでしょうかね。まあ、基本はそうだね、中6日で、まあ、例外もあるかもしれませんが、となると金曜宮城、土曜カスティーヨ、日曜田島、火曜俊平太、水曜曽谷クエスチョン、木曜東、水曜は調子のいい投手で回していく感じですかね。まあ、山岡投手も待機してますから、その辺どうするのかな。さあ、今晩は由伸投手ですね。ああそうだ、今日ね、ドジャースね、そうだね、パドレス戦ですね。ハーナーさん、大前さんお疲れ様ですということ。東投手は前回の静岡での登板に比べて球数が少なく無失点はうまく調整できたのかな。今日は由伸を全力応援、皆さんよろしくお願いしますね。本当にね、牛松さん、お疲れ様です。A チームが連敗していたので勝ったのは嬉しいです。まあ本当そうだよ。あのまあファームは公式戦なんだけどもね、あのまあ A チームにいそうな選手もいっぱい出てるんでね。ね、明日からはオープン戦の最後のカード、内容充実の展開を期待します。Me too。今宵は由伸くんの MLB 初登板。そう、僕それ見るために早めに今日いろいろやってるんですよ。ね。パドレスはマスグローブなので、そうなんだよ、相手もね強敵なんだよね。厳しい展開になるでしょうが、いいピッチングが見たいです。そう、あのもちろんドジャースの勝ち負けもあるんだけど、由伸くんがどんなピッチングをするのかって、ね、注目だよね。ヤマッチョさん、皆さんね今日はもうあの夜の、韓国のゲームに気持ちがいってるようですが、ヤマッチョさんはリポートありがとうございます。由伸くん、メジャー初登板を前にドキドキしております。まあ、それはね皆さん一緒だね。本当にありがとうね。どうだろうね、ね、昨日でも松井裕樹投手がね3分の2を抑えましたもんね。はい、チャコリンさん、大前さんお疲れ様です。オープン戦もあと3試合になりました。開幕に向けて一踏ん張りしてくださいね。今夜は由伸くんのメジャー公式戦の初登板をテレビにかじりついてみようと思います。いいですね、見てください、よろしくお願いします。今日はそんなファンの方多いんだろうな。ゆうたさん、大前さんこんにちは。連敗が続いているので、心穏やかな気持ちではなく少し不安気味です。まあまあそうおっしゃらず、勝ってほしい、ただそれだけです。明日からはラストの3試合対阪神戦ですね。明日と日曜日主催ゲームね、ありがとうね。現地観戦なのでチームが勝てるようにエールを送りますね。良い内容で開幕を迎えてほしいですということで、ありがとうございます。で今日はだからさ、みんなファームの内容だったらあんまりねコメントがいつももうたくさん来るんだけど、今日は全員の現時点でね、6時半なんだけど、今6時半の時点で、寄せられたコメントは全てご紹介しました。ありがとうございました。そうなんですよ、
まず、まあ、明日からのね、このタイガースとの3連戦で、どんな戦いをオリックスが見せるのかっていうのをね、楽しみですね。本当こう内容をしっかり見ていきたいですよね。この4連敗はちょっとこう内容的にもっていう感じだもんね。いい内容でこの3つを終えて開幕に入っていってほしいなと思いますね。でその前にやっぱり今晩また違った緊張感ありません？そうよ、ドジャースの山本由伸投手が、今日メジャーデビューを飾ります。2024年3月21日韓国での、パドレスさんが彼のメジャーデビュー第1球ということになりますんでね、ぜひ皆さんチェックしてください。まあ、これもうアップしてる頃にはゲーム始まってるんだけどもね、今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。じゃあまた。